2ヶ月が経ちました。しずさんおはようございます。いよいよ2ヶ月経ちました。正確に言うとあと5時間半でちょうど2ヶ月なんですよ。なるほど、うん、今日ちょっと最後のトレーニングなんですけど、はい、いつものトレーニングと変えてみようかなと思いまして。ベタなんですけどこれこれってそんなバラエティー最後なんでちょっと面白おかしくやろうかなと思って、もうこういうの一番嫌ひばりではこういうサービスをつけるってことですか。そう、はい、じゃあ早速行きますんでもうすぐ着きます。はいはい、大丈夫ですか。いや大丈夫じゃないですよアイマスクを取ってください。取っていいの。はい、あ眩しい。はい、後ろどうぞ。はい、えというわけで今日はファンタジスタフットサルパークさんにお邪魔させていただきました。静香さん、まずご依頼の内容をもう一回確認したいんですけど、はい、痩せたいっていう減量のプログラムではなかったんですよね。そう、何でしたっけ。モテボディになるなのでただこう体重を落とすだけだとモテボディにはなれないのでもう一踏ん張りちょっと頑張ってもらおうかと思ってます。いや、ねえじゃない何すんの。今日全盛期の体を取り戻してもらいたいと、はい、で今日ちょっと協力してもらう方来てもらいました。はい、どうぞ。アルバーリを運営している工藤雄生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、大きめの人来たしどういうこと。2018年まで J リーグで9年間プレーさせていただいてアルバーリって言ってサッカーの個人レッスン用の育成の、はい、お仕事をしているんですけども、普段はやってないエキスパートコースっていうのを今日静香さんのために。あ、僕がそのコースを受けるってことですか。そうです。そのエキスパートコースってその J リーグ目指してる人とかその J リーガーがオフシーズンとかにやるようなプログラムっていうのを用意してもらってたんです。ちょっと待って、 J リーガーになろうとか J リーガーの人がやることをやるってこと。僕ゴリゴリの野球少年ですよ誰みたいなやつですか。手越しです。手越しはもうサッカーそうだ、俺手越しとフットサルやって負けたことあんだから悔しいんだから。よし、OK、よろしくお願いします。お願いします。フットサルパークファンタジスタにお邪魔しています。ここはフットサルだけじゃなくてサッカーボールも蹴れるようなイベントがありますので私も利用させていただいております。ぜひお近くの方は利用してみてください。というわけで着替えてもらいました。今この準備されてるセットを見て心は耐えてます。じゃあここからちょっと工藤さんにお願いしてやってもらいたいと思います。最初怪我しないようにちょっと体動かして体を起こしじゃない。なかなか大人になって全力出すことってないと思うんですよね。不安しかない。でもなるんだ。なる。俺は手越しになる。やりましょう。やろう。行きましょう。いやー、いいですね。まだ余裕がありますね。おおおお。いやー、やっぱすごいわ。すごい。こういうのやったことほぼないからもう。ステップでここ間抜けましょう。サッカー部の人たちがよくやってるやつですよね。こう向きで前後に。いやーすごいすごいすごい。いや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 。ジャンプで。いやでも贅沢だね、こうやってもうマンツーマンだもんね。贅沢。すごいよね。今工藤さんなかなか予約取れないんですよ。今日はもうありがたい。本当に。最初は騙されたと思ったけど、きっとモテボディになると思う。サッカー選手はね、デブいないから、うん、野球選手はいるけど、モテボディやっぱサッカー選手のモテボディ。本当いける？いけるさ。
大丈夫かって言われたらもう不安しかないよ。でもね、工藤コーチ優しそうなんで、見た目と違って思うでしょ。多分優しいメニューで、ね、やってくれるから。いやー、なんなのこの絵面、雰囲気はねもう出てる出てる、もうチームメイトだよチームメイト。でここでやっぱ今日の試合どうするみたいな、ここでコンビネーション高めるんですよ。じゃあ2トップが一緒に練習してるみたいな感じ。うん、そうだね。まあ工藤さんディフェンスだけど、工藤さん、あの久保君とも試合やってますからね。ええ中島とも鈴木武蔵とかともマッチアップしてるんですよ。ここ一番大外ですね。うー、結局それをまたかい。おお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 ー、多くない？なんかステップ30秒、その秒数を最初から 100% で、そこからタッチして、ちなみに今30度超えてます。スタートっつったらもう最初から 100% で、はい、お願いします。はい、行きます。スタート。そう、あれ、スタート。頑張れ静香。ここからもっと上げます、もっと上げよう、もっと上げよう。あと10秒。ここでは、ここから炎天下です。どうですか静香さん、もうだんだん面白いこと言えんからな。そうだ、でも、うん、2ヶ月近くで確実に体は軽くなる。分かったっしょ、今見てて分かった。1個いったら1個、はい、で1個いったら1個さ、2個いって1個さ、はい、スタートまで行きます。いやー、これ画面越しにどう見えてるか分かんないですけど、めちゃめちゃ速いですね。行きましょう、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 繰り返しすごいもん。ここは1、2、1、2、3、1、2、3、しっかりもも引き上げて、はい、腕振って、あ、2、3、2、3、2、3、はい、真ん中2個です。はい、速っ、速っ、速っ、どうもご覧の皆さん、今のは倍速でお送りしますので用意、スタート。行きましょう、そう、回転で上げて、もっと上げてる、もっと上げる、さあ、こっから、こっから3連、腕振って行きましょう、あと10秒、こっから、こっから上げて、上げて、上げて、あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、こっから5秒前、3、2、1、 OK です。いやー、ゴム跳びの女子みたいだった、最後。自分でも分かるぐらい遅かったよね。しんどい、これ今日一しんどいかも。はい、走ってみて。じゃあちょっと前重心で、ここでもう全力で前に行くというよりはもうその場でゆっくり進んでいく感じで、徐々に僕が時間でこうパンって離すんで、こっから
向こうまで立ってほんまやったことない。行きますよ、よーい、ゴー。もっと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 、そう、もっと早く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 。うわ、きついよね、これあと10秒です。あー、もっと早く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 。あー、あと5秒。2、1、行きましょう。おー、ゴー。ナイスどうすか。ナイスランです。エンディングみたいになってますけど。分かった、これ俺ガトリンと同じ年やから分かるんやけど、離された瞬間の 2,3 歩、この世で走ってきた一番速く走れた気がする。感覚よ、これ多分 2,3 歩の初速つけれるやつなんちゃう。そうですよね、コーチ。引っ張られて離れた瞬間にその回転のままバンっていくんで、普段出せない回転数のまま、多分だから F1 みたいなもんですよね。もうで、腕は振るというよりは引く感じで、そうそう、もっと上げて、もっと上げて、そう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 、あと5秒、4、3、2、1、行きましょう。ゴー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 。前向きで行ったら向こうでこっち向いて、またじゃん、地面をもう蹴る感じで、地面に設置する時間を短く、こんな感じで。うわ、対空時間おかしくない？対空時間おかしいよ。ヤンプルトエグくらい？いやー、すげえ。こんな感じで。じゃあ行きましょう。用意、スタート。なるべくそう。すごいすごいすごい。行きましょう、そう、いいですよ。それで行きましょう。そう、いいですね。行きましょう。おお、いいですね。おお、行きましょう、まだ。いやー。ラスト、ラスト、オッケー。あー、すごい、でもすごい。一発で飛ぶってこんなしんどい。あと一本やりますよ、でもじゃあ。優しい声で言うね、ほんで。俺も、もう一本やるつもりやった。空中で。バランスがやっぱ崩れちゃうと次の動作に移れないから、結構体幹力入れることと、もう全身で、これももうかかとは絶対つかないで、着地意識が行き過ぎちゃうとこうやってなって次が踏み込めないんで、もうジャンプしてる間にもう次次っていう、もう先を、いや、すごいよこれ。うーわ、これ動画で伝わるかな、このすごさ。え、Jリーガーってみんなこんな飛べるってことじゃない？そうそうそう。いや、すごいな。トゥーリオも、まあ、1往復、2往復で終わりなんだ。俺はなるんだ。全盛期の柱谷に行きましょう。行きます。鉄人。次に次に、ここから。あ、こっちまずい。大丈夫です、大丈夫です。行きましょう。ラスト、もう無理、無理だった。ラスト1回、ガーッ。ナイスジャンプ。横きつい、横きつい、縦より横きつい、熱い床。横きつい。近づいてるんじゃないですか、全盛期。こう見えても吉田沙保里とか北島康介と同い年やから、だからなんやねん。あとね、4時間で2ヶ月になります。ここまで体が綺麗よね、全盛期戻ってもらいます。そうや、手越し誰逃れ、ニコルン、リカコ目指すはそこやからな。努力高いです。次にやるのは何でしょう。ちょっと連続でシュートをやってもらいます。まあ、ルールとしてはもう12球僕がここからこっちにボール出すんで、全力で行ってこっちから打つときは逆サイド狙う意識で、あのコーンって言われて、で、打ったらこのコーンをすぐ回ったらもうボールこっちでできますんで、もう連続です。これで打ったらもうボール見ないですぐ回ってください。こうやって打ったらもうすぐ次行きましょう。スタート。おー、シュー、あー、はい、もったい、そう、そう、はい、もったい、まだね、ここは回ったい、ゴー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 、蹴れるね。すごい、静香さん、いいショットできてましたよ。
しんど、地面熱、よし行きましょう、よしよ。誰に勝つ、誰に勝つ、誰になる、誰になる、将来はモテボディといえば、もう移動ちょっと上げていきましょう、移動頑張って、ここ早く、ここ早く、ラスト、はい、オッケー、もう何にもおもろいことね。じゃあこれから1対1勝負します。佐藤さん本気でお願いします。 OK です。もう佐藤、めっちゃ硬いもん。隠してたから今言うけど、俺ゴレールやってたから、森岡カオルに勝ってるから。だから3番でございます。帰れないです、絶対返さないです。日が沈んできたらお母さんが呼びに来るんでそしたら帰ります。え、あ、静か、やばい、本命、一本止めたぞお願いします。危ねえ、惜しい。ね、うまいよね。オッケー、終了。あと2本食べれば帰れるよ、静香さん。帰りたい。はい。よし。あと1本。挑発、挑発。画面の前のみんな、素人でも J リーガーからシュートを止めれるとこを見せてやるぜ。さあ運命の3本目、止められるでしょうか。おお、いいか、最後は相手のミスマッチだ、それが人生だ、覚えとけよ。かっこ悪い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで今日はあのファンタジスタさん、ご協力いただきましてありがとうございます。新田さんどうでした。いや、もう最後まで頑張ってくれたし、もうジャンプだったりシャトランとかいろいろきついメニューあったと思うんですけど、しかもこの暑い中すごい最後までこう根性を見せてくれて、すごいやってて、こちらとしてもやりやすかったし、素晴らしかったと思います。最後 PK 対決、もうキーパーとしてのオーラがあったんで、全部本当はね決めて帰らせないのが一番良かったんですけど、最後まですごいやりきってくれたんで良かったと思います。静子さんどうでしたか。いや、これはね、子供を J リーガーにさせたいとか、あと自分が J リーガーになりたい、そんな親御さん子供たちはぜひこのスクールは行った方がいい。普通に生活してたら教えてもらえない、まあ自分で発見できるところがいっぱいあるというか、例えばこういう風にジャンプしたら次のプレーにつながるんだとか、体の向きをこう向けといた方が次やりやすいとかが多分体感として分かっていくんで、まあ J リーガーだけじゃなくていろんなスポーツにつながると思うんで、ぜひこれを見た人は工藤コーチに教えてもらっていただきたいなと思います。ただ僕はもう J リーガーなのは諦めました。もう個人レッスンなんでね、パーソナルなんで、もうやりきるまでできるまでやらされるんでね、これもまた魅力ですよね、はい、で9月からはスクールの方、まあ、僕がディフェンスずっと現役時代やってたんで、そういうディフェンスにフォーカスした少人数のスクールを始めるので、まあ興味ある方はぜひホームページ確認してもらって
応募してください。一応概要欄にあのリンク貼っておきますので、ご興味ある方はそちらの方見てください。ただ気をつけてほしいのは、工藤コーチは多分この辺に鉄板入ってますほんま硬さ尋常じゃないかな、この辺の。気をつけてください。あの生ですごい音したもんいやほんまディフェンダーすごいわ。というわけで今日は本当に一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。工藤さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。疲れました。工藤さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。すっかりくすぐれてます。お疲れ様でした。さあというわけでいよいよ計測です。時間見てください。ぴったり2ヶ月です。体重計測ってその時は 73.3 で、1回目で3週間経った時に 68.7。 今日でズボンを履いた状態で 65kg、 実質 64.7kg、 それが最も重てた時のボディとなります。忘れてるかもしれないですけども、もし体重 65.1g であれば、お返しするのはお支払いいただいた4万円の領収書になります。もしこれ 65kg ジャスト、ジャストだとどうするの、だとこれ4万4000円はお返しします。きっとこの動画を見てくれてる方も、私も頑張ってみよう、よし僕もやってみようというふうに思ってくれると思います。コロナで仕事がねえんですよ、4万4000円返してくださいよ本当らしいですよ。同じ体重計で、同じ場所で、で同じ格好 で同じ時間で、もう全て条件一緒です。ちょっと体のチェックさせてください。見てくださいおすごい、すごいな。この角度、くびれがありますね。だいぶ痩せたよね。うわーすごい、ね、あすごい、肌綺麗だねかっこいい、本当にギャ懐かしい、すごいね。こうやっぱりこうムキムキに なりすぎないように、でもすごいな。でもやっぱ追い込んでトレーニングしてるわけじゃないし、うん、そんなにすげえ重たいウェイトをやって、うん、やってるわけじゃないから、うん、自分のできる範囲でやって、まず38歳の男性がこんなに前屈できるかっていうところに皆さんもうちょっとさ、そうできる、こんなこんなやらなくて38おるいないでしょ。これそう、もうここはもうここすごっ。これね、ルイさんに教えてもらったあの重たいやつ持ってこうやって引き上げる運動を結構やったりして、あれが一番ここで効く。素晴らしい。ただもう大嫌いなランニング持久系のトレーニングはコロナかけてで2回しかやっておりません。見た目は完璧にモテモテになります。体のキレはね、工藤さんにこういう風に変わって真っ赤なキレが出てきます。あとは感じのこの数字ですね。していくぞ。65キロを切ってればいいんやもんね。乗るよ。もし65キロオーバーしてたら、ほんま4万円分の寿司食わして。行くよ。行くよ。行っていい？いいですよ。ではどうぞ。2ヶ月で 9.2kg かぁ。いやほんま素晴らしいね。臓器売るぐらいしかもうほぼないよ、普通 9.2kg は。嬉しい。動画見てる人たちにちゃんと証明しなきゃいけないんですけど、まず食べ物も好きなものは食べれる。別にこれを食べちゃいけないっていうのがないから、別に砂糖を取りたかったら取ればいいし、うんうん、けどやっぱ総カロリーやから、それ計算してこの時にはパンケーキ食べちゃったから、じゃあちょっと夕ご飯はサラダでとか、そういう調整の仕方とか。そうだよね。あとお肉食べてない、タンパク質足りないから、じゃあちょっと夜はタンパク質多めにとって他は少なめにとか、うんうん、そういう意識だけでできるから楽ですよ。すごいね。トレーニングもね、今日工藤さんがやってくれたトレーニングっていうのはそんなにやってるわけじゃないよね。普段は、普段はもう普通に家でやる。いや素晴らしいです。どうですか工藤さん、かっこいいですね。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、本当に。いやへいやただ本当食べるのね、ここの皆さん
モテボディになりたいっつってモテボディになっちゃいましたけども、結婚してるんで私。見てるし、本当にモテボディだって思ってくれると一緒にいいですよね。そうね、本当に。でもまあこれはやっぱ維持していかなきゃいけないし、そうね、また2ヶ月後チェックしましょう。嫌です、嫌です。でもリバウンドしづらいとか、自分の取り方もそうですよね、うん、あこれ食べたらこんくらいいっちゃうなとか、はいはい、それでもだんだんこう感知能力というか、今日のトレーニングなんかも出して、めちゃくちゃ良かったですよね。やってほしい、みんな体験してほしいですね。全然違う、あれで多分ハッスルフォームとかも変わると思う。あれ子供の力とかやれたらいいですよね。カレーです、大盛りです、ビールも飲みます。でもお酒は酔っ払うまで飲みます。じゃあ2ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。金返せ、金を早く金返せよ。おい、わしの金を返せ。はい、いかがだったでしょうか。今回短い解説の後、最後に30秒だけ大事な話を聞いてください。誤解のないように補足解説をします。 1. 今回は2ヶ月という短い期間で全盛期を取り戻すという内容で行っていきました。本来であれば1年くらいかけて取り組むことをお勧めします。 2.動画のような最も良い体重に戻す難易度は非常に高いです。ベストが70キロの人が100キロの体重を20キロ減らすよりも、ベストが70キロの人が80キロの体重を10キロ落とす方がより大変です。 3. 決して見た目だけでなく運動能力も向上しております。ただモテるだけではありません。生活の質や仕事の生産性も間違いなく上がります。 4.今回協力していただいたアルバーリさんは、本来子ども学生向けに動きながら考える、褒めながら伸ばす、ディフェンスに特化したサッカーなど主にさまざまなテーマで指導しております。今回のエキスパート用のトレーニングは、本格的に J リーグを目指す高校生、大学生、社会人のためのトレーニングであり、今回は特別に静香さんのモテボディを取り戻すために行ってもらいました。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧になってください。はい、今回はこういった結果となりました。最後に健康について皆様にお伝えしたいことがあります。皆様、健康とは体の中にあるものと認識している方多いのではないでしょうか。もしそうであれば、これからは健康というものは体の外にあるものと認識してください。これは社会学科の権威である WHO のイリーナ博士の言葉です。今までの健康は自ら身を守るために取り組んできました。ですが、これからの健康は皆様がその健康を支え押し上げていくものだと考えましょう。まさに今回検証した静香さんの健康を取り戻す中にもあったように、私を含めたくさんの方々の協力があり達成することができました。ご協力応援していただいた方、本当にありがとうございます。私たちひばり鍼灸整骨院も、動画を見ていただいた皆様や地域の皆様の健康のお役に立てるような存在となるため、これからも邁進してまいります。もし応援してくださる方がおりましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。寿司に行きました、寿司。寿司行きました。寿司行きましょう。ねえ、キムキロ分くらい寿司行きましょう。行きましょう。